はい、おはようございます。今日はですね、私から2点報告をさせていただきます。まず今月の11日に、記者配布をしていますけれども、山口宇部空港とインチョン国際空港間の国際定期便の、2018年の冬ダイヤの運航決定について改めて、ご報告をいたします。山口宇部空港と韓国インチョン国際空港を結びます国際定期便につきましては、一昨年の平成28年11月のエアソウルによります冬ダイヤでの運航開始以来、2年連続で利用率が 70% を超えるなど好調な状況でありますが、今年度についても10月29日から来年の3月30日まで週3往復で運航されることが決定をしました。冬ダイヤが開始する半年前での決定となりますけれども、かねてからできるだけ早期の運航決定をですね、エアソウルに強く要請をして、まいりました。そうしたことの成果でもあろうと思います。本件が一層の利用促進の取り組みを進めていく上でもですね、このように早期に決まったということは大変喜ばしいことだと思っております。県では10月29日からの運航に向けまして、山口宇部空港利用促進振興会等と協力をしまして、これ今日ポスターをこうやって掛けてしてますけれども、こうした形でしっかりとPR をですね、できるだけ、これ早く決まったので、しっかりとこうできればなと思っております。この90分で行けるというところですとか、あるいはその運航の期間と、いつ出てるのかということでですね、実際の時間もですね、全部こう出てますので、こういったものをしっかりと、いろんな形で早めに PR をしていくことによりましてですね、特に向こうから送るんですけど、こちらから行く部分ですよね。山口の方から韓国に行く部分の、利用をもっともっとこう拡大をぜひしていきたいなと思っております。そうしたポスター、こうしたポスターも作成しましたし、チラシ等による広報もですね、合わせて進めていきたいと思います。その他、テレビ、ラジオ、CM 等の各種媒体による PR、また個人旅行者向けの旅行商品のプロモーションなどのインバウンド支援、また、パスポート取得支援などのアウトバウンド利用促進キャンペーンの実施等を、今後、適切なタイミングで具体的に展開をしていくこととしております。県としてはインバウンド、アウトバウンド両面からの利用促進を図りながら、今回の冬ダイヤでの実績を積み上げて、通年運航の実現と山口宇部空港の国際交流拠点としてのさらなる機能の向上に向けて全力で取り組んでまいります。次に求人確保促進月間の取り組みについてです。お手元に資料配布しておりますが、6月1日からハローワークにおける来春の高校中学校卒業予定者の求人申し込みが開始をされます。このため本県では今年度も5月を求人確保促進月間と定めまして、県と山口労働局、県教育委員会が連携をしまして、県内企業や経済団体に対して正社員求人の確保拡大等について私が先頭に立って全県的な要請活動を行ってまいります。県内の雇用情勢は有効求人倍率が 1.5 倍台ということで、高水準で推移をし、着実に改善も進んでおりますけれども、一方で企業において人手不足の状況が続いておりますことから、若者の県内就職の促進や働き方改革による産業人材の確保が喫緊の課題となっております。このため私は若者就職支援センターを体制強化した山口仕事センターの開設等によりまして、若者、女性などの定着、還流の促進や高齢者の就業支援に重点的に取り組むとともに、県内企業に対して今回新たに、県内広域にわたる 高卒求人の、拡大を求めるなど、さらなる新卒予定者等の 正社員求人の確保拡大をお願いをしていきます。また、非正規雇用労働者の正社員転換やワークライフバランスの推進など、働き方改革の一層の推進についても、強力に働きかけを行ってまいります。来月7日に私が下関地域の企業を訪問して、要請を行う
ことにしております。まあ、それを皮切りに、この月間中に県と県教員により100社程度の企業を訪問するとともに、県内企業約2000社に対して文書送付による要請を行い、正社員求人の確保と働き方改革の推進につなげていきたいと考えて、おります。私からは以上です。では質問どうぞ。今の韓国との国際的輪の件ですけれども、目標ですか。そうですね、前回はエアソウルの方からですね、具体に、数字の提示があって、今は今回はあるのかな、ないのかな。今回改めてってないわけですね。だけど前回やったのは、インバウンドが 80% か、アウトが 20% だったかなということであります。まあ、インバウンドの方はまあ7割を超える率をですね、まあ、2年連続達成していて、まあ、これはエアソウルはいろんな全国各地に飛んでますけれども、その中ではまあトップクラスの搭乗率ですので、向こうからのお客さんというのはですね、これはエアソウルとしてもまあかなり山口には行くなというふうに見られていると思います。まあ、ただ目標 80% って前回言われたのは言ってませんが、まあ、これはどこの空港も達成してないんですけどね。ただ国内で言えば山口県は非常にいいところにおりますが、もっともっとですね、これを伸ばしていければなというふうには思います。それからアウトの方はですね、なかなかこれは利用が進んでなくてですね、まあ、1割程度にとどまったところです。まあ、これは初年度もそうですし、2年目もそうでした。まあ、2割ということに向けては、もっといろんな我々の PR 等の工夫もしていかなければいけないと思います。まあ、そういったことで、言いますとですね、まあ、個人旅行者の旅行商に対する支援とか、あるいはその、インチョンからまたこの乗り継いでですね、他の空港に行く。インチョンはエアソウル便もインチョンから各国に出てますからですね。まあ、そこのこう乗り継ぎについてもですね、しっかりとこの、そういう需要を喚起するための PR もですね、こういった路線で、うまく円滑に乗り継いでいけますよとかですね。まあ、そういったものも PR もしっかりやっていければなと。まあ、ソウルだけに行くんじゃなくて、そこを通じて、経由してですね、いろんな、地域に行けますのでね。まあ、そういったものもしっかりと PR する必要があるだろうというふうに思います。それとまあこういった早めに早めにですね、しっかりと PR するということが何より重要だと思いますので、それもしっかりやっていきたいと思います。あとはそのこちらに来る方もですね、国際ターミナルビルの方にですね、観光案内所を設置をしたりですとか、あるいはその二次交通対策としてですね、乗り合いタクシーの運行支援、まあ、今インチョンから来た場合にユダの方にはですね、乗り合いタクシーの方をやってますけど、まあ、これは改めて、まあ、そのユダの方に加えてですね、下関の方にも、それを展開をしていくということもですね、今取り組もうとしております。まあ、そういった形で PR とともにですね、このさらに利用がつながるようないろんな面での支援といいますか、そういう環境整備をぜひやってですね、まあ、これを、まあ、今非常に好調ではありますけれども、さらに伸ばすことで、ぜひ通年化をですね、実現をしていきたいなと思います。先ほどの、その運送からの乗り継ぎの PR したいというのは、ビジネスでもそうですね、もちろんビジネスでもですね、いきます。例えば、いろいろと中国もですね、マカオだったり、香港だったり、アメリカもグアムとか、あとはカンボジアとかマレーシアとか、いろんな路線がインチョンからエアソウルで、そういった地域に出てますので、まあ、観光ももちろんありますし、ビジネスとしての利用というのも、まあ、当然考えられるかなと思いますので、まあ、そういった部分もですね、しっかりと PR をできたらいいのかなと思います。まあ、3年目迎えますし、今回はその4月に決定したということで、その周知の条件というのはかなり整ってきていると思うんですけれども。そうですね、うん。まあ、ですから、まあ、せっかくそういうふうにエアソウルの方も努力していただいてですね、我々も常々早め早めに決めてもらえれば、PR もしやすくなりますし、そういった、ことも受けてですね、エアソウルの方でも、まあ、このように早くですね、決めていただきましたので、大変ありがたく思ってますし、まあ、せっかくそのように決めていただきましたので、まあ、それ最大限ですね、我々も PR をしっかりとやって、特にこちらの方からアウトバウンドでの利用というのをですね、しっかりと、まあ、努力をしていく部分が、やるべきことがまだまだあるかなと思ってます。
はい、その場合でその通年化っていうのを考えるとですね、そのサマーダイヤの期間に山口に来たいと思う、インバウンドの方ですね、うん、その辺がこうしっかりこう韓国の方に訴求できないと、その通年化になったとしても、サマーダイヤのその流通っていうのが、難しかったりするのかなという気がするんですが、その辺をそうどういうふうにその通年化を見越した中で、その山口の観光なりっていうのをこう、そうですね、まあ、今回の定期便を作る上でも、まあ、チャーター便、連続チャーターとかですね、いくつかのこうステップがあって定期便にこうなってきたというのがありますから、まあ、そういった中でその需要を確認をしつつ、まあ、企業ですからね、当然いきなりドンというんじゃなくて少しこう様子を見ながら、いけると思ったら、まあ、展開を広げていくということだと思います。まあ、今、とりあえず冬の方は運行しててですね、こちら好調なので、まあ、これだったら通年いけるというふうに、この冬の方を続けていってですね、一定期間続けば、まあ、それで、夏の方にっていうふうになるのかもしれませんし、まあ、夏の方で とりあえず飛ばしてみるっていうことも、いや、それを考えてくれたら、それはありがたいことでありますけれども、いずれにしても今のこの冬のダイヤっていうのをですね、もう少しこう、搭乗率をですね、インアウトともに、まあ、上げていくということがですね、まあ、それに向けての近道なのかなというふうに思います。当然、その冬に来て、まあ、山口自体のですね、観光地だったり、温泉だったり、まあ、ゴルフもありますけれども、いろんなものを楽しんで、もらえればですね、まあ、これは夏の方にもぜひ来たいということにもつながってくると思いますので、まあ、そうした実績を積み重ねていく、さらにまあそれ自体を伸ばしていくと、実績をですね、よりまあいい方向に伸ばしていければ、それがその通年化への近道なのかなというふうに感じております。